東和は中国五冠末期の武将、政治家、慶州南軍主貢献の人、字は、洋裁、古和党員、孫の名は不詳、創孫は、東広氏、三国主職士に、捨てがある、先祖は、益州共栄軍講州県の出身だという、五冠末期、一族を引き連れて益州へ移住した、劉将に取り立てられ、牛県庁、高原県庁、 生徒権令を歴任した。東亜は認知において法を厳格にし、自身も権役に努めたため、写真に乱れた風俗は改まり、法を犯す者はいなくなった。地域の有力者らは、東亜のやり方を嫌い、劉将に、東亜を遠ざける、よう進言すると、東亜は、波東俗国いに転任が決まった。しかし、領民は東亜を慕っており、流人を濃う者が数千人に及んだことを受け、 天人は二年間保留になった。その後、疫州大使に昇格となった。清廉さと倹約ぶりは以前と変わらなかったという。異民族とも協調したため、南方はよく収まった。ある時、理解のおばの夫である三州は法を犯し、理解も連座して免職となるところであった。だが、東亜は三州が豪族出身であることを理由に罪を許し、 理解の辞職を認めなかった。後に東和は理解を衆に推挙している。劉備が駅衆に入ると、東和は手の平軍中郎将に任じられた。諸葛亮と共に左将軍大芝生の事務を担当し、仕事の無駄を省くと共に諸葛亮と親しく付き合った。内外の住職を務めること24年、死去した際、家に財産は全く残されていなかった。後に、 諸葛亮は東和を追母し、部下の管理に東和の仕事ぶりを見習うよう訓示した。この当員は人並んで優秀であると評判だったが、東和は、巨星のこの葬儀での一件から当員より日の方が優れていると考えるようになったという。陳時の端末の表では、死境の支柱のように行いが失踪だったと評されている。容疑の、帰還、タスク審査では、精錬で不動の心を持って、 直言を吐き、領民に慕われたと称えられている。ありがとうございます。